それでも見てな、しっかりやるわ、ほんま頼むで。カン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 細胞か、いつもあなたのその心に伝えます、カン細胞か。追われて溜まってく領収書、考慮後はみんなで未明の飲んだくれ、火曜日の8時は関西ウォーカー、今日も素敵なゲストとトーク届けします、関西の情報誌関西ウォーカー、グルメ音楽映画にあと盛りだくさん、関西ウォーカー関西ウォーカー。はい、始まりました関西ウォーカー TV。どうも、関西ウォーカー TV 始まりました。ライターの鈴木敦史です。編集部の島田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は特別編ということで、はい、関西ウォーカーの編集部からお送りしてます。で、豪華な2本立てということで、まずね、トップバッターで、トップバッター、はい、まず素敵なゲストが、はい、豪華第1弾の、はい、ちょっとこちらの発売後はちょっともう置いといて、はい、あ、置いときますか？言わなくて大丈夫ですか？言っといた方がいいんじゃないですか？春の新名所、盛りだくさんで、お届けしてますので、はい、ぜひ書店で、コンビニ書店でゆっくり読んでください。はい。書店に置いておきます、はい。はい。ということで、じゃあもう早速、はい。呼び込まさせていただきましょう。本日のトップバッターのスペシャルゲストです。この方々です。ナインの皆さんです。どうぞ。よろしくお願いします。あーチャースあーチャースあーチャース大丈夫です、こちらで預かりましょう。大丈夫です、預かります、預かりましょう。尼崎ウォーカーちょっと休憩します。尼崎ウォーカー、はいはいはい。では今日スペシャルなゲストで9の5人に登場していただきました。まずは見ている視聴者の方に自己紹介をしていただきたいなと思ってます。はい、それぞれマイクありますので近づいてください。はい、私から佐藤ゆきうっきーです。よろしくお願いします。はい、村田ひろなひろろです。よろしくお願いします。はい、吉井かなえかんちゃんです。よろしくお願いします。はい、川島美香うみにです。よろしくお願いします。はい、西脇さやかです。チャーポンって呼んでください。よろしくお願いします。お願いします。はい。はい。関西ウォーカーにですね、うんうん、インタビューに来てもらったのがちょうど1年前ですよね。その時に初めてお会いしたんですけど、はい、結構楽しい時間を、うん、本当に濃い時間でしたよね。一番濃かったです。うん、濃かったですか？今日この編集部に入ってきた瞬間に、あの時の、はい、すごい個人的にはこうマイルドなあっさりとしたつもりなんですけど、ウォーリーですよ。今日もウォーリーを探すんですよ。もう一瞬で見つかってますけど、はい、じゃあそんなね、すごい楽しかったんで、はい、ぜひ今回関西ウォーカーの編集部がですね、ナインの皆さんとお話したいということで、嬉しい、ありがとうございます。よろしくお願いします。で、今回はね、出されたものがあるということで、はい、はい、ニューアルバムを、はい、はい、ニューアルバム Q をリリースしました。はい、この Q は3日 Q の Q で、はい、今回はきっかけっていう意味があります。で、本当に今回のアルバムはアルバムだからこそできる遊び曲とか、うん、と個性的な曲だったり、うん、あとは、まあ、みんなソロの曲が入ったりとか、ユニット曲が入ったりとか、前回 のファーストのアルバムの時よりもちょっと成長した姿を見てもらえるんじゃないかなと。そしてこの1枚で今の9が全部知ってもらえる1枚になったんじゃないかなと思ってます。このアルバムをきっかけにまたナインのことをたくさん知ってもらったりとか、好きになってもらえたら嬉しいなと思う一枚です。はい、100
てんですね。いやいや、とんでもない。1年前も素晴らしかったですけどね。いやいやいや、とんでもないです。1年前はファーストでしたね、それが。この9は、この9の9にもかかってるんですか？はい、もちろんそうです。はい、数字の9にもかかってます。それでかかってなかったらちょっと僕ら変な感じになる。絶対かかってますよね、9はね。ちょっと気になってたんですね、島さん。この嬉しさ、嬉しかったですね。僕も嬉しかったですよね。この1年、はい、ほんまにそのインタビューさせてもらったから、うん、いろんなとこでこうナインの皆さん見かけるたびに僕はすごい嬉しくて、多分すごい濃密な1年やったから、またこのアルバムがすごいこういい、うん、またゆっくりお話したいんですけど、うん、濃密なアルバムになってると思うんですけど、それぞれこの1年どうでした？こう楽しいことがあったりとか、うん、まあ大変なことがあったりとか、弾けれることがあったりとか、何でもいいんですけど、メガネ曇ってます。そうなんです。何がありました？暑いですね。あー、なるほど。コメントね、ずっと聞いてられてね、どんどんメガネが曇ってって。よかったです、言ってもらって。すいません、ちょっと全然全然言ってもらって。じゃあその佐竹から。じゃあ佐竹から、そんな今年の1年はそうですね、ナインとしての活動が結構頻繁だった1年でもあったんですけど、いろんなライブに出させてもらった思い出がありますね、2012年は、うん、なので2013年も、まあ、こうやってツアーも決まってるので、いろんな各地回ってナインファミリーを増やせたらいいなって思ってます。はい、うん、はい、まあ、2012年にファーストアルバムを出させていただいてから、すごいいろんなことがあって、テレビにもいっぱい出させてもらったり、こうやって関西でラジオとか雑誌の取材とかもさせていただけるようになって、すごいありがたいなって思ってたんですけど、実際12年終わってみて、もっとこここうできたなっていう反省点をみんなで喋って、で今年はもっともっと頑張ろうって思えたので、まあ成長ありの、まあもっと頑張ろうって思えた、まあなんて言うんだろう、半々ぐらいなんですけど、はい、でも成長はできました。もっと成長していきたいと思います。はい、そうですね、やっぱり今言っていたようにライブにもいっぱい出たりとか、あとは今回このアルバムを作るためにもたくさんレコーディングとかも行ってきたんで、なんか去年よりもさらに自分たちも自分たちの個性を知れたんじゃないかなって思った1年でした。なんかそれぞれの声とかももっと好きになれたし、なんかこの5人の声がこういう風に集まったら、え ?5 人の声が集まるからこういう声になるのやとか、そういうなんか自分たちの発見とかもいろいろあったので、そういうなんか知れた個性をもっともっと13年は出していけるように成長したいなって思います。はい、やっぱり去年はまあそのアルバム出した時はなんかまだお互いちょっとだけ壁もあったりとか、あとやっぱり自分のことに必死だったっていう、私はそうでしたね。でも1年通してみんなのいいとことかも分かり合えて、でお互いにそのカンちゃん言ってた個性も分かり合えて、なんかちゃんとメンバーのことを考えながら、うん、なんかいろいろやって いけるというか、そういう意味で絆が深まった1年だったかなと思います。なのですごいなんていうんだろうな、チームワークも良くなったと思いますし、この Q でもなんかそういうちょっと結束力が増した声が聞けるんじゃないかなと思います。お願いします。はい、もう結構みんながもう言ってくれたんで、私何言おうかなと思ったんですけど、まあ見た目的にも結構みんなが分かる。はい、1年前より佐竹は髪が伸びましたし、あ、相当伸びました。1年前はショートだったんですけど、今はセミロングで、でヒロロはさらに前髪のパッツンがに極みがかかって、はい、オンザ眉になりかけるっていう事態もあったり、はい、あとまあカンちゃんは一番あれだとは思うんですけど、ちょっと大人っぽくなったかなって、やっぱ衣装の感覚とかも大人っぽくなって、で海ちゃんはなんと前髪を作りました。そう、イメチェンしました。はい、はい、そうなんです。で私はちょっと髪を伸ばして、なんかこの巻きに巻いたりとかして、はい、ちょっと大人な感じ、大人、はい、確かに。で衣装もだんだん大人になってきてるし、そういうこう見た目の変化も今年は大きかったかなと思いますね。いろんな経験したから、ね、相変わらずチャーポンがこうね、指揮者的にこうまとめていくのがね、指揮者、とんでもないです、とんでもない。そうか、前髪作ったり、前髪がオンザ眉になる。オンザではないんですけどね。オンザではない、はい、オンザになりそう、なりそう、オンザになりそう、はい、なりそう、
かんちゃんとか後ろから見たら多分 OL さん。あ、そうですね、大人っぽい。クールビューティーに磨きがかかって CB ですよ、本当に。 CB？ あ、クールビューティーね。あー、すごい。 CB！ なるほど、なるほど。 CB！ 使います、使います。 CB です。そうです、ありがとうございます。 CB 受けんね、把握です。本当ですか、ありがとうです。こんな感じで相変わらずインチキでね、インチキでやっていきますけれども、早速あれですか、そのなんか、ね、今回いろいろゲームとかが用意されてますか、はい、はい、とね、ナインをもっと知ってもらうためにクイズをたくさん用意しました。お、はい、クイズが、はい、僕がクイズタイトルを読みましょうか。はい、お願いします。はい、じゃあどならしていただきます。はい、ナインクイズ、ナインをもっと知ってもらうためにいろんなクイズに挑戦してもらいます。題して、答えてナインゲーム。ありがとうございます。全然どなってなかったですね。ナインゲーム、もっと怒られるかと思ってどうしようかと思ったんですけど、いつの間にかやっぱ小心者なんで優しかった。ありがとうございます。さすがです。はい、今回ですね、こう編集部の方でですね、もう思いっきしこのお手製のありがとうございます。お手製のね、本当に真心だけはもうたくさんこもった手作りの箱を作りまして、島田さんが考えてくれた質問表がありまして、なんとそれが今回のアルバムの曲にちなんだものが入っております。でそれを皆さんちょっと弾いていただきながらお話をしていこうかというところでございますので、じゃあ誰が行きますか。じゃあ佐竹から行きたい。わー、これこういうの超ドキドキするんですけど、はい、じゃあこれにします。はい、関西部のペーシーを切り取ってこの辺、そうなんです、あのこの辺がね、関西人のね、いいところで紙を無駄にしない。わかります、わかります。裏紙とかね、めちゃめちゃ使うっていうね。はい、はい、私を色に例えると何色。お、私を色に例えると何色、これは曲で言いますとカラフル。カラフル、はい、自分で言いますか。うん、私を色に例えると、でも私あのイメージカラーがあるんですよ、みんな一人一人。で、私は紫、ひろ黄色、かんちゃんピンク、うみちゃん水色、チャーポンオレンジなんですけど、なんかそういう風にイメージカメラ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 、そう間違えました。イメージカラーが決まってるとどうしてもやっぱ紫を意識しちゃいますね。うん、なので紫なのかな。うん、でもウキは世界で一番紫が似合う女の子。なんか本当、うん、ありがとうございます。なんか本当に今日紫要素一層にないですけどね。今日は一緒やからね。そうね、そうね、一層、はい、一切じゃない、一切ない、あ、一切、そうですちょっとお姉さん、ありがとうございますよ。言葉がね、そうですよ、うん、ま、緊張しちゃって、緊張しちゃって、はい、緊張しちゃって、まさかの緊張、客観的にね、そう、関西の言葉に慣れてない、関西の言葉、時差もあったよ、時差もあったよ、ないないない、関西チームね、ありがとうございます。ということで、じゃあ紫ですね。じゃあ次行きますか。次行きましょうか。はい、じゃあひらら引きます。でん、キャンディーにちなんでって書いてる。はい、メンバーの中で飴みたいに甘いのは誰。あ、あ、これは決まった、決まりました。かんちゃんかな、あ、はい、と思います。私は、うん、まあ見た目、そう、さっき CB、 クールビューティーに見えての、うん、もう甘えん坊なので、もうそこに甘い感じが何、うん、ツンデレに見えての、そう、デレデレなんで、かんちゃんはエピソードとかあります。なんかいっぱいありますよ、うん、なんか一緒にご飯行こうってウキと言ってたら、え、どっか行くんってかんちゃんが言ってきてえ、かなも連れてってって言ってくれるんですよ、うん、なんか結構みんなの輪に入りたがりかもしれないです。え、でもそういうところが可愛い、甘いです。ひろちゃん、そんな言ってるひろちゃんも甘いですけどね。あ、本当ですか。もう本当食べてしまいたいですね、今両端のうちや食べてしまいたい。いただきます。やめてやめて、うん、そう、
説明が甘かったですもんね。甘、ね、ですか、うん、甘い人が甘い人を説明甘いコンビで甘いコンビ、ね、甘神コンビだね。しかも関西一、うん、関西じゃあアメちゃんコンビでいいんじゃない、うん、いいかも。アメちゃんでいきます。アメちゃんアメちゃんズでね。アメちゃんズでできましたね。かわいい。アメちゃんズでそう、アメちゃん、はい。チャーポンと海香さん的にはどうですか。それはもう今の意見に、うん、間違いないですね。そうですね、よかった、うん、その通りだと思います、うん、やっぱりメロメロしちゃいます、ね、メロメロになっちゃいますよね。なるほどね、二人にね、この二人にね、うん、ヒロもヒロも、うん、アメちゃんズやからヒロも、はい、ヒロも親父を出さなければそうね、親父の部分を出さなければね。じゃあネクスト、はい、ネクストボックス、サンチーちゃん、はい、じゃん、おアイアムにちなんで、おでしょ、お結構強い曲ですよね、はい、実は私まるまるなんですなるほど、あー、ね、アイアム、私は、うん、アイアム、アイアムえ、アイアム、アイアム、アイアム、私は、うん、実は私、うん、デレデレなんです言っちゃってるよ、それ以外でじゃあじゃあそれ以外で、実は自分でなんだろうね、かんちゃん逆にないの、からのギャップみたいなのくれないのからのちょうだい、からのちょうだい、ギャップはクールビューティーからのデレアマちゃんからの、怖がりなんです。おお怖がり普通かでも私かんちゃんのエピソードすごいびっくりしたのが、散歩好きなんだけど、うん、その限度がすごい半端なかった、うん、あれあのエピソード、あの13駅歩いたんです。あ、もうね、それはね、確実にね、愉快な話です散歩じゃないです。散歩っていうのは普通一駅二駅で U ターンして帰ってきて、うん、13駅っていうのはちょっともうハーフマラソンウォーキングほんまにのんびり歩いてるだけなんで、自分的にはマジで散歩の気分で、なんか普通やったらかんちゃん何してんのって、かんちゃん散歩行ってはりますって言ったら、その13行けたらかんちゃん今ハーフマラソンそうか、うちらの返し方が悪かったね、うん、散歩じゃないんだよあれは、散歩じゃないウォーキング、うん、ウォーキングアスリートですよ、アスリート、うん、アホなんかもしれない、いやアホじゃないですよ、それを普通のヒールとかで歩いてる、うん、ヒールっていうか全然ほんまに散歩気分やなんで、うん、別にそれやからなんか関西弁がねすごい、もう関西弁がねジャージ着るとかではないですね、うん、それがすごいです。散歩とかね、ウォーキングって普通そのジャージ着たりとかね、ね今おしゃまな子、うん、なんですか、うちの編集部にもいるんですか、ランニングガールみたいなね、いるんですけど、もうその普通の服で13駅歩くっていうのは、もうちょっと愉快なハーフマラソン。勘違いしてた。いや、そんなことないです、そんな。いいお話だ、じゃん。いい話ですね。はい。13駅のいいお話です。散歩なんですね。散歩です。13駅って1時間、え、何時間、え、3時間弱ぐらい。2時間それも完全なハーフマラソンです。よくおじいちゃんとかおばあちゃんがやってるような。そうですね、巣鴨とかね、東京やったら巣鴨とかでやってるやつですけど。すごいですよ。はい、余裕で歩いちゃいましたね。でも実は私、ね、ハーフマラソンの選手を目指してますっていうことで、そうですね、そうなんですかね、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、じゃあ次、ミカさん、はい、みーちゃん、はい、お預かりします。なんだ、プレシャスにちなんで、はい、お、プレシャス、貴重な、大切なって意味ですね、うん、私の宝物、お、宝物、あ、うん、え、なんだろう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 、どこにあるかな、どこにある、どこにあるんだろう、なんだろうな、探してみんな、探して、どこどこ、どこメンバーの様子が、あ、どこどこ、家族です、あー、うさうさ、これはナインも家族のうちですよ、さすが、やったよ、いしょ、よかった、本当にあの家族はもちろん、ナインはもう家族以上にやっぱ一緒にいる時間が最近多いので、もう家族みたいな存在だし、本当になんか気使わずに楽に入れれる感じですね、はい、甘えた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 、アメちゃん、アメちゃんず、あとそうだな、でもやっぱり臭いこと言うようですけど、時間とかって大切だなと思います、うん、もうなんか今年本当にあっという間で、うん、気づいたら3月じゃないですか、うん、もう4分の1終わりかけてるって思うと、
やっぱ今年もあと4分の3、うん、時間を大切に宝物にして、うん、もっともっとなんか有効に使っていきたいなと思います、うんうん、っていうなんかいいお話しちゃってちょっと恥ずかしい、いやいいですよ、いやもう100点しかないでしょ一つの話題で2つ掘り込んでくるっていうね、うん、すいません欲張っちゃったな、うん、じゃあチャポン、はい、オッケー、こっち行きます、行きます、はい、お私がアルバムの中で一番好きな曲です、スマイル&ティアーズにちなんで、おじゃん、最近笑った泣いたエピソードは、うん、これ意外にしんあの難しい、難しいかも、一番難しいぞこれは、うん、なんだろうね、どっちでもいいですよ、笑ったエピソードでもいいし、うん、泣いたエピソードでもいいし、なんだろうね、最近よく笑ってるけどね、ちゃんと最近一番やっぱ泣いたのはドラマドラマの最終話ですねちょっと待って、海ちゃんのいい話の後にそれいや、本当に毎週毎週見てたドラマがあって、日本じゃないんですけど日本のドラマじゃないんですけど、なんとなく予想ついてるんですよ、そうなんです、そうなんです、私が最近一番好きな俳優さんが出てるドラマで、はい、でも見続けて見続けて、それが人気だったから普通のドラマよりも長かったんですよ、うん、だ最終話がなかなか来なくて、はい、もう嫌な時期がずっと続いて、うん、もう毎週それを見るために1週間嫌な気分になるんですよ、その週が悪い気分で終わると嫌だなと思ったら、先週やっと最終話を迎えまして、なるほど、もうね、達成感、うん、充実感、満足感、視聴者としてね、うん、もうね、涙が止まらなくて、うん、泣いちゃいましたっていう、本当に薄い話本当に薄い話、良ければその、ね、うん、何のドラマかなんていうのは、あ、私がおすすめドラマなんですけど、うん、韓国のドラマで、優しい男っていうドラマなんですけど、モリ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 本当にごめん、そう、目が魅力的な俳優さんなんですよ、でだからなんかもうアップでカッとこっち見ると、うん、もう連れてってってなるんですね、もうなんかやばい、そうそう、K-POPのアスリートですね、うん、マラソン、マラソン走り切りました、アスリート2人、韓流ドラマのマラソン走り切りました、私は何選手、はい、役者さんのお名前、あ、ソン・ジュンギさんって言います、ソン・ジュンギさん、最近も韓国のなんか俳優さんの中では一番人気みたいで、うん、全然皆さんの顔が曇ってるんですけど大丈夫でしょうか、びっくりするぐらいの、ね、温度差がびっくりしてますこっちも、はい、それはあれですか、例えばそのチャーポンが4人に優しい男ですか、その、はいはいはい、優しい男とかつってこう DVD 配ったりとかこう巻き込んだりっていう感じにはならない、あ、でもうん、すごいビッグバンさんとかの良さを伝えてくれたのはチャーポンですね、あ、なるほどなるほど、はい、なので、はい、なんかほとんどの子がビッグバンさんのなんか曲とかも聴くようになりました、なるほど、うん、まあそれはあるかな、優しい男どうですか、まだドラマには初めて聞いた、多分ドラマは時間がかかるじゃないか、優しく断るのが一番傷つくの分かってる分かってる？分かってないでしょ？いや、まあいいんですけど、その泣いたっていうより、まあ笑ったといえば、うん、あれですよ、ワンマンライブ、お、うん、東京でワンマンライブやって、うん、私たちにとってはすごく規模のでかい初めての大きさのこうホールというか、うんうん、だったので、もう楽しくて楽しくて終始笑ってました、本当、ほっぺ筋肉痛だ ね、 ね、確かに、うん、なります、あ、そっちの方がいいかなと思うので、うん、ちょっとさっきのカットしといて、いやもう生放送、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 むしろなんかその泣いたエピソードの方がすごい長かったっていう、ね、泣いた方がね、はい、でも、うん、笑った、ね、はいはい、笑っても泣いても、います、うん、笑い泣きの人なんですね、はい、じゃあ5枚引いていただきまして、はい、残り1枚余ってる、はい、どうします、はい、じゃあみんなで答える、どうしましょうかね、なんやろ、うん、みんなで答えましょう、じゃあ代表して、みんなで答えれるかな、これだ、私、あ、ブレイブにちなんで、おお、あ、開かな、開いた、勇気をもら、勇気を持ってメンバーの秘密暴露します、なるほど、え、まあ、なんだろう、なんやろう、秘密か、メンバーの秘密、なんか
どこまでが行ってないんだっけ、ね、そうそうそう、どこまでが行ってないんだっけね。あれはなんだっけ、キョンちゃん電車の、え、あー電車、あれもう言ったっけ、知ってる人もいるけど、じゃあ大阪やから、うん、私ある、あ、なに、何、誰、いいんですか、いいですよ、ナインは結構ご飯とか食べ物が大好きなんですよ、うん、なので差し入れとかもらった日にはもう取り合いなんですね、うん、まあ、もちろんじゃんけんするんですけど、うん、でその中でいろんな味があるわけじゃないですか、お菓子でも、うん、なんかいちご、うん、なんかメロン、うん、なんかあのちょっとオレンジっぽい味とか、でその中にフランボワーズっていうね、はいはい、あのいちごの実が入ってる味があるじゃないですか、うん、あのフランボワーズになると必ず海ちゃんが絶対私にくれるんですよ、はい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 、それはなぜかというとそのフランボワーズをお酒と思ってたらしくて、なるほどなるほど、お酒の味がするお菓子って思ってたらしくて、で毎回フランボワーズのお菓子が入ってるお菓子があると絶対私の家にまで届けてくれるし、もうウキフランボワーズだよって当たり前のようにくれるんですよ。でも私的にはうわお酒じゃないのになと思いながらしめしめと思いながらもらってたっていう話なんですけど、ついに言っちゃったんだね、はい、ついに言っちゃいました、ね、この間気づいたの、その初めて、そうこの間言っちゃったんだよね言っちゃったの、はい、でも衝撃的すぎて未だに信じられてないんだけどあーそうなの、なんかちょっとお酒の味しません？ちょっとね、ピンチのね、そうでも多分なんか大人な、そうラム酒とかのそういう香りが強いお菓子とかウキがすごい好きだから、フランボワーズってなんか名前的にお酒っぽいし、まあなんかそういうの好きかなと思ってなんか届けに行ってたりしてたんですけど、それを聞いてなんであげちゃったんだろうそうだね、しめしめと思われてたんだよずっと、ね、思われたのね、だからね、毎回美味しいお菓子をもらえるんで、私は一切それをもう5ヶ月ぐらい知ってたんですけど言わなかったんですよね。ついこの間2人で焼肉行った時にちょっと暴露したくなって言っちゃったんですけど、本人に言われて、でもそのなんかもう5分ぐらい信じられなくてそうなんかそこまで自分がバカだと思ってなかったんだでもちょっとあの、いやいや、うん、今度からじゃあフランボワーズはあげないで自分で食べる、うん、食べて、ウキごめん、ウキごめん、食べて食べるわ、ウキには回さないぞ、言わなきゃよかったかな、はい、ね、勇気持ちましたね、勇気持ちましたね、ブレイですね、いやフランボワーズ今後もよろしくお願いしますね、私に届けてください、さてどうかなにゃ、はい、そうですね、はい、じゃあフランボワーズ宅配便のお話もお伺いできたので、はい、次のコーナーに、はい、行かせていただきましょう、はいはい、じゃあ私がまた怒鳴らせていただきます、はい、ぜひ来るぞ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 、描いてナインゲーム、テーマを伝えますので、それぞれ思うがままに絵を描いてください。題して、描いてナインゲーム。優しいな優しいな、やっぱり優しい、ね、やっぱり優しいな、やっぱね、女子ばっかりいるからね、そうですよね、ちょっと乱暴だな、柔らかく、あー、ナチュラルに、オーガニックですね、大事です、スローフードで頑張っていきたいと思います。じゃあ、どんな感じのゲームかっていうのを、志村さん、これは、あれですよね、うん、皆さんの元に、はい、スケッチブックをご用意してまして、さあ、はい、さあ、なんでしょう、さあ、それぞれもう出てきましたね、なんだこれ、はい、ナインをですね、もっと知ってもらうために9にちなんだ新しいキャラクターを作りました。9にちゃん、よくあのゆるキャラとかあるじゃないですか、はい、まあ、例えばくまモンとか、はいはい、あ、これに加えていいんですか、そうなんですよ、楽しい楽しい楽しい、例えばです、はい、島田さんが描きましたね、あー、はい、かわいい、新種の蝶なんですね、キューっていう鳴き声なんです、はい、めっちゃかわいいじゃないですか、どうしよう、うん、はい、あ、いいですね、かわいい、おたまじゃくしの卵みたいな感じ、ただあの塗りつぶして9が8になってますね、完全に完全にルールを無視してますね、うん、その辺がですね、すみませんね、愉快なところでね、愉快なところで、これを生かしてって言ってるのに、うん、そうなんです、生かせばいいんですよ、うん、だってそうですよね、うん、かわいい、じゃあ書いていいんですかね、全然いいですよ、できた人から挙手でやっていただければ、みんなのキャラクターが見えるかなという、え、どうしよう、どうしようかな、あれですか、あの絵はみんな得意とか苦手とか、もうめっちゃ苦手です、めっちゃ苦手、めっちゃ苦手です、めっちゃ苦手です、めっちゃ苦手、めっちゃ苦手が3つ入りましたね、言いすぎました、チャーポンいかがですか、絵は、
私はね、カラス、鶴を描くとカラスになる人なんですね。なるほど。じゃあちょっとむっちゃ苦手、チームむっちゃ苦手に入ってる、うん、チームむっちゃ苦手に入ってます。なるほど。ウッキー先輩いかがですか？佐竹描くの好きですね。なんかいい、落書き程度なら描けます。今もね、いい感じに。いい感じですか？はい。よっしゃよっしゃが出ました。よっしゃ。これはじゃあ、あとみんな真剣に描いてますけど、え、待ってからマジでこういうの無理なんですけどどうしよう。え、どうしよう。いいですよ、一回描いていただいて、もうこれはと思ったらもう後ろにポイしていただいたら。え、ヒロロさんもいい感じに。あ、いい感じですか、よかったよかった。はい、行きました。お、はい、じゃあウッキー行きましょうか、はい、行きますね。ナインをもっと知ってもらうために9にちなんだ新しいキャラクターを作りました。さて、どんなの。じゃん。お、お、うさきゅう。うさきゅう。うさぎおきゅう。混ぜちゃいました。ただちょっとその小牙みたいな、ちっちゃな牙みたいな。あ、はい、そうですね、ちょっとなんかここが、うん、この Q の部分が口に見えるんですよ。はい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 、はい、だからね、もう無理やりちょっと牙入れて、うん、ここ口だぞっていうことなるほどなるほどなるほど、はい、うわ、じゃあ可愛いけれどもちょっとこう、そうですね、うん、小悪魔っぽい、小悪魔っぽい、何も考えてない、やばい。いいですね、ウッキー、小悪魔っぽいウサギでウサ Q を描いて、だからウッキー、ウッキーと一緒にそこ口にした。ほんと？けど、え、普通にもなんか、何それ、はい、何それ何もないから、何それじゃない、ただニコちゃんみたいな。ガンちゃん一生懸命頑張りましたよ。だって何もキャラクターあるか分からんから。そうですよ。ただいいって、いいって笑ってて、うん、目で、うん、ほっぺみたいな。ガンちゃん、よければなんかお名前とか教えてもらっていいですか。スマイリーにちなんでナインディー。いいね。ナインディー。ナインディー。ナインディー。シンプルすぎたけど。ヒロもできた。はい、ヒロも行きましょう。はい、行きますよ。じゃーん。ドン。ナインモムシ。うわー、すごい、わ、なるほど、確かに発想の転換、横向けてみました。なるほどなるほど、かけたらそうなるわね。ナインとかけて、うん、ナイモムシ。いいじゃないですか。おー、上手。いいですか。いいです、いいです。やったー。縦に使うという、はい、コロンブスの卵ですよね。コロンブスの卵、はい、コロンブスの卵ですね。すごい詳しいですね。コロンブスの卵です。あ、で、チャートン先輩と海香先輩が今、もうダメだ。そうですね、海ちゃんが落ちてる。あそこ二人がね、ちょっとね、絵がほんと下手くそなんですよ、うんうんうん、なのでまあ気持ちだけ受け止めて。そうですね、ファッションですから。そうですね、テクニックなんかいらないんです、うん、これは新しい、新しいのが舞い降りました。もう行きましょう。了解です。せっかくだから読み上げますね。はい、何をもっと知ってもらうために9日なんで新しいキャラクターを作りました。さて、どんなの。ドドン。じゃん、リボーヌ。キモい。キモい。え、なになに。ウッキー、ウッキーからいただきました。もう、はい、お願いします。いや、キモい。なにあれ。ひどいじゃん。リボーヌですよ、リボーヌ。超気持ち悪いな。よくわかんない。リボンですか。違います、リボーヌです。リボーヌ。リボーヌ。ね、なに、なんか、うようよした周り。周りの繋がってるんだよっていう、うん、超怖いんですけど。ちなみにこれ毛なんで。毛なんで。長っ。だけなラーメンマンみたいな感じですもんね、ちょっとね。そうですね、毛で、はい、これが、まあ、直視できない。これがフリル。フリル。フリル。直視できない。この子のお洋服。あ、それフリル、スポンジとかのグニャグニャしたやつでフリルなんですね。あ、フリルなんですね。カーテンとかのああいうレースとか。ムニョムニョしそう、なんか。すごいね、上手にかけたね、それにしては。そうでしょ、いつものチャーポンより。頭にはリボンをつけてあげて。なるほど、ちょっと可愛く。で、名前はリボーヌ。リボーヌですね。なるほど、リボーヌが、スタジオをざわつかせてる間にですね。はい、はい、ミカさん、いきますか。はい、似てる。はぁ、キュッキュキュッキュキュッキュ。いや、こっちも気持ち悪いな。キュッキュ。なんか、ウッキー先生いかがですか。どっちも気持ち悪いですね。気持ち悪いが2つ入りました。ひどい。多分手は混んでます完全に。なんかちょっとでも本当にさっきあれってなったんだよね。そうなの、そうなの。あれ同じことして爆笑したよね。やっぱ同レベなんだね、うちら。いや、ちょっとこれよりはマシだと思うんですけど。いやー、まあね、でもまあいいよ、別に絵はできなくても。そうだよね。そうですね、うん、キャラクター、キャラクター、いいと思う、うん、いや、楽しい、この企画。これ楽しいですね。これでもどうします、あともう一個あるんですけども、なかなか時間が、まあ、時間がね。あ、そうなんですね、うん、やりたい。
一言でも言葉だけでももらえます、ね、いや実はね全員にもう一つ絵描いてもらいたかったのは、うん、桜揺れるという楽曲も入っているのでお花見ということでお花見行くのにお弁当を持っていくならどんなお弁当にしますかっていうイラストに描いてもらおうっていう、ね、優柔不断なんで絶対時間かかりますね、うん、絶対かかりますね、うん、そうですね、うん、なんだろうとりあえず私は作らず海ちゃんに作ってもらいます。なるほど。ヒロはそんなに料理得意じゃないんでみんなのおにぎりを握っていきたいと思います。なるほど。カナはチャーポンが大好きな卵焼きぐらいしか作れないんで卵焼き作りますへえ、じゃあ私は、はい、師匠、師匠メインからサラダからサラダから、そうだね、メインからいいですよ。サラダからじゃあレジャーシート引いて、はい、なんかみんなで手巻き寿司とかやりたい。楽しい。楽しそう。チーズケーキも、うん、チーズケーキも作っていきます、うん、やー。シャーポンはほんじゃ私は飲み物買っていきます。おー大事いいですね。結構大事、飲み物大切ですよ。大切だから一つずつリクエストもらってそれをちゃんとお使いいってきます、うん、あいるわ。じゃあ大丈夫、 うちもおしぼり持ってきますから。おしぼりおしぼりますよ、はい、大事大事。いいですね、はい、でレジャーシートもあるし、うん、完璧じゃないですか。楽しそう、楽しそう。想像しただけで。じゃあそれはね、書いてもらいたかったんですけど教えていただいて、さあそして島田さんの方からね皆さんのねこの曲、はい、そうなんですよ、はい、あじゃあ私からお知らせさせてください。はい、はい、アルバム Q の発売を記念しまして私たち全国7大都市ライブツアー回ります。そして大阪の方には5月11日、大きい会場なんですけどナンバーハッチにてワンマンライブやります、はい、2回公演です。2回公演です。イエーイ。あのですね、まあ、もうちょっとで一般発売始まりますし先行予約もその前にあるので皆さんぜひぜひ本当に気軽にたくさんの方に来てほしいなと思っております。私たちも大阪の皆さんと一緒にすごいエンジョイ、していきたいと思いますので楽しみにしててください。詳しい情報は、オフィシャルサイトをチェックしてもらえればなと思いますね。どうなんかでも関西組、はい、はい、関西組です、うん、どんな感じ。なんかワンでかいんでしょ。すごい、そう、めっちゃ大きい。めちゃめちゃでかいですよ、もう、うん、ぜひお友達とかもいっぱい誘って来てほしいなって、うん、もう満帆になればいいなって思ってます、うん、関西のパワーを発揮したいと思いますので、うん、よいしょ、うん、そうですね、まあ、あったかくなった頃なの で、 そうです、ね、皆さんアウトドアに LINE、はい、のライブでも遊びに来て盛り上がりましょう、待ってます、よいしょ、待ってます。4月6日発売でございます、はい、詳しくはホームページの方でということで。島さん、そろそろ、ね、そろそろね、名残惜しいですけど、はい、時間名残惜しいですが、はい、最後に、はい、じゃあ最後に一言ずつじゃあ視聴者の方にお願いします、はい、いや本当にまた1年後にここの場でまさか生放送にまで参加させていただけるなんて本当に嬉しいです。また来年もよろしくお願いします。そ来年は来年早速そうです。でも、ね、1年に1回はね、うん、必ずここでそうです ね、 ですね。もうこれを定番定番ライフワークみたいな、ね、そうライフワーク、それです。お願いします。お願いします、うん、はい、今日この場でナインのことちょっとでも知ってもらえたんじゃないかなと思います。次はぜひライブに来てもっともっとナインのこと知ってください。ありがとうございました。はい、私は地元大阪でこういう形で大阪の皆さんと触れ合えてすごい楽しかったです。ライブぜひ待ってます。でも私まだ大阪いるって感じがしてなかったんですけど、さっき関西ウォーカーを見て、うん、なんか大阪来たんだなと思いましたし、ライブとかでまた大阪の皆さん、そして、まあ、本当にここ習近平の方と一緒に盛り上がれる時間を作っていくのがすごい今から楽しみです。私たちも頑張るので、うん、皆さん応援よろしくお願いします。はい、今日は関西ウォーカーさんでこうやって出させてもらって、関西って私たちにとってまだホームが少ない場所だとは思ってるんですけど、こうやって自由にお話しさせてもらって楽しい時間を過ごさせてもらったのは本当に、うん、幸せです。なのでこうやってもっともっとたくさんの方とホームで私たちが気を使わないでも喋れるぐらい関西の方ともっといっぱい仲良くなれるように頑張ります。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ島さん、大丈夫ですか。はい、そうですね、最後の締め、今後の流れ、今後の流れですか。はい、はい、皆さんぜひニューアルバム Q、うん、いっぱい求めくださいということで、はい、今後第2部の映画の、
ユーストにバトンタッチしたいなと思いますので、これで、ナインの皆さん、はい、ありがとうございました。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 じゃあ、私たち入れ替わる感じで。はい。撤収です。撤収。ありがとうございました。ありがとうございました。最後までみんなに手振ってください。女の子たち、若い女の子たちの若い女の子のいい匂いが空間に残ってたんですけども、はい、その名残を楽しむ感じで、はい、はい、引き続き、はい、ですね、月一の映画コーナー銀幕魂これから、スタートします。で、早速、平野さんにもご登場いただいております。はい、よろしくお願いします。では、本日ご紹介する作品の方をご言っていきましょうか。まず本日ご紹介する作品はこっちの方がいいかな、現在公開中の、クラウドアトラス、うん、はい、ご紹介させていただきます。はい、こちらの平野さんは監督にお会いになったという。あ、そうですね、はい、お会いしてきたのでちょっとそんなお話もさせてもらえたらなと思いますが、はい、はい、で、あともう一本がですね、こちら4月公開のですね、ジャッキーチェンの、新作にして、アクション超大作は最後かとも言われておりますが、こちら4月公開のライジングドラゴン、こちらも、後ほどご紹介します。ということで、もう早速クラウドアトラスの方の予告編をご覧いただきましょうか。いっちゃいますか。いっちゃいましょうか。はい、わ、はいはい、かりました。では、クラウドアトラスの予告編をご覧いただきたいと思います。どうぞ。This is the Cloud Atlas Sextet. I doubt there's more than a handful of copies in all of North America. But I know it. I know I know it. That's it. The music from my dream. There are whole movements I wrote imagining us meeting again and again in different lives, in different ages. I can't explain it. But I knew when I opened that door, a powerful deja vu ran through my bones. I heard it in a dream. I was in a nightmarish cafe, and the waitresses, they all had the same face. No reason to hide. I know you are Sonmi 451. Yesterday, my life was headed in one direction. Today, it is headed in another. You ever think the universe is against you? Fear. Belief. Love. Phenomena that determine the course of our lives. These forces begin long before we are born and continue after we perish. And I'll be waiting for you there.
開されておりまして、はい、すでに公開されておりまして、はい、まあ、いわゆるその、まあ、映画ファン、はい、なんか音が返ってきてますけど大丈夫ですか、映画ファン、映画通の方を、はい、この週末でかなり動員して、いい感じのヒット路線に乗りつつあるということです。まあ、決して、まあ、なんでしょうかね、ド派手な分かりやすい映画じゃなくて、通好みのところもあるんですけど、で映画館の関数、スクリーン数も、大ヒットするような超大作の3分の1ぐらいの規模なんですけども、ちゃんとその来ていただいてる、お客さんに来ていただいてるっていうのは、やっぱりこの映画を応援している人間としてはなんか嬉しい気持ちがしますね。で今映像をご覧いただきました、はい、まあ、なんとなく皆さん印象として、はい、こんなんあんねんなというのはね、皆さんご存知だと思いますけども、はっきりとあの予告を見ても、はい、どんな映画か全くわからない。すごそうっていうのはわかるんですけど、はいはい、スケールは伝わってきますよね。これ何の映画なん、で言う人がたくさんいらっしゃる、はい、で映画を見た人にどんな映画なんって聞いても、はい、誰も答えられないとそこで今日は宣伝担当の方に、はい、まずどんな映画かを喋ってもらいます、はい、ものすごいプレッシャーが、ちょっと打ち合わせ打ち合わせと全然というぐらい、はい、宣伝の担当の方も実は、はい、セールストークとして表現、言葉で表現できないという映画なんですよ、はい、そうなんですよ。まず、まあ、本編自体がもう3時間、はい、まあ、2時間52分なんですけども、はい、あるっていうことと、あともうなんていうんですかね、一つのストーリーではないので、たくさんのストーリーが、はい、まあ、あのね、6つの物語がこう交錯するので、でまたその一つ一つが全部ジャンルの違う映画、はいはいはい、みたいな、もうそういうのがもう一つの映画になってるんで、もう全然説明できない。もうあの今の説明、宣伝の方が今の、はいはい、あの言っておられる説明聞いて、はい、見ようと思った人はほとんどいないだろうっていうぐらい、あの、ね、正直今の0点です0点です、すいません。もういや、この映画をね、本当、はい、一言で語るのは難しいんですよ、はい、ただまあ、僕らも、ね、映画を見る前にある程度前知識を入れる場合と入れない場合がありまして、はいはい、まあ、これはもう仕方なく入れた部分の情報でいうと、はい、その今お話出た6つのエピソードがある、はい、でトム・ハンクスが、まあ、1人6役を演じているっていうのも宣伝で言われてます、はい、でおそらくその6つの時代、6つのエピソードでトム・ハンクスがいろんな役を演じているっていうのは、はい、まあ、ある意味こうトム・ハンクスがなんかこう時代時代で生まれ変わっていく輪廻転生みたいなね、お話なんだろうなと。で時代が変わっても、はい、場所が変わってもなんか、愛するハルベリーとこう出会っていくみたいな、はい、まあ、なんかぬるい話なんかなと、まあ、リインカーネーションって言うんですけど、はい、そういう輪廻転生をテーマにした映画なのかなと思ったら、はい、それでもないんですよ。まあ、あのベースとしてテーマとしてはあるんだけども、はい、そんな簡単な一言では語り尽くせないのがこのクラウドアトラスの一番の特徴なんです。はい、で、はい、言葉で理解をしようとするから、はい、これは無理なんですよ、はい、で実際映画が始まって20分か30分ぐらい6つのエピソードが順番に説明されるんですけど、はいはい、一気に全部出てくるから、はい、もう誰が何の話やったっけ、ね、何やってたっけ、はい、何喋ってたっけとか全く分からへんね、うん、でその最初の20分30分でもう多分あかん人はそこで脱落していきます、うん、そうですね。でもそこでその情報を6つの情報、6つのエピソードの情報を、はい、一応頭に叩き込んで見ていると、はい、映画を見ているうちにそれが全部つながってくるね。ほんでこれとこれとこれがつながったら今度これとこれがつながってこれとこれがつながって、はいはい、でこれとこれとこれがつながるっていうのが言葉とかセリフとかストーリーじゃなくて、はい、ビジュアルでつながっていくんですよ。これはすごい上手やわですね。ほんま上手やわ。それにこれ1ヶ月前にも教えてほしかった。お前、ね、つまりなんか頭で考えようとか、その物語を理解しようというんじゃなくて、はい、見ている映像と映像で全てがつながっていくっていう、これこそ奇跡の映画ですよ。こんな完璧な構成と編集を見せられた日には、はい、もうこれを超える映画はないというぐらいに圧巻の、まあ、完成度というのが、はい、もう僕がこの映画に送る最大の賛辞
でありますね、はい、ありがとうございますで ね、うん、そんなこんなすごい映画を撮ったのが、はい、実は普通映画って監督って一人じゃないですか、はい、普通は、ね、はい、でもこのクラウドアトラスはなんと3人の監督で撮ってまして、うん、はいはい、その3人がまた普通ね揉めたりとかいろいろするじゃないですか、うん、そうですね、意見が違ったり、はい、そうじゃないですよね、一人が軸になって考えて、はい、この人間がこの人間のアイデアを寄せ集め合って、はい、それを全てこう、まあ、パズルを組み合わせていくようにつなぎ合わせて作ったというのがこの映画の3人の共同監督の素晴らしさであり、はい、もう天才やというふうに思いました。誰が作ったのか、はい、宣伝でも言われておりますが、マトリックスシリーズを作り出したウォウシャウスキー兄弟、はい、この兄弟は、かつては兄と弟だったんですが、はい、つい最近お兄さんが性転換手術をされまして、はい、女性になりましたので、はい、ウォウシャウスキー、はい、姉弟と書いて兄弟、はい、そこに、ランローラランという、まあ、ドイツの映画なんですけど、はい、これがまたね商品ながらもものすごいインパクトがあってかっこいい映画なんですが、はい、これを作り出しました、トム・ティクバという、この3人が、はい、まあ、力を合わせてというか頭を寄せ集めて作ったというところで、先日東京に来日された3人の監督に私お会いする機会がありましたのでお話を聞いてきまして、もう開口一番、もういやもうお姉さんって言いたかったんですけど、お姉さんって言いたかったんですけど、なんか言うとあかん空気がすごい漂ってて、確かに言いたくなりますよね。だけどそれをぐっとこらえて僕はもう開口一番で天才ですと、ジーニアスという言葉でこの映画を、まあ、あの褒める、はい、あのそれこそ賛辞、はい、として送らせてもらって、はい、とっても喜んでもらったという出会いから始まったんですよね、はい、あの実はそのバックボーンとして、はい、ウォーシャウスキー兄弟マトリックスを作りましたけれども、はい、一作目があまりに世界に衝撃を与えすぎて、はい、でそこから2、3と進むにあたって、はい、まあ、いわゆるマニアがもう沸騰して、はい、例えばこんな映画になるんちゃうかとか、はい、あれはこんな解釈になるんじゃないかとか、はい、これはこういう風な哲学になるんだろうってい う、はい、もう予想とかがバンバン来たから、監督としてはもうそんな俺知らんというので取材を基本的にあんま受けたがらないというふうに僕は聞いてたんですよ、はい、でなおかつマトリックスもね3部作ご覧になった方だんだんとなんかちょっとわけのわからん話にこう進んでいったところもあるじゃないですか難しい話に、はい、そうですね、だからもうよっぽど難しい人で、はい、もうなんかもうね禅の修行してる修行僧みたいなこう人なんかなと思ってて、はい、でもうなんかマトリックスの間の字も出したらあかんのかなとかいろいろ思ってたんですけども、はい、とっても気さくにこの映画のことを語ってくださったんですよね、はい、まあ姉弟の姉、はい、これこの人がまあメインだったんですけども、はいはい、まあ、とにかく思いついてこのまあ小説「クラウドアトラス」という本を読んでインスパイアされて、素晴らしいと思った思いその思いの丈を一気にもう飛行機の中で脚本を書いたっていう話なんですけど、もうその10ページぐらいの脚本を書いてこれがもうそのまま映画になったというところから始まるんですね。で本を読んで分厚い本ですわ。でこのね本の実は構成がねある一つのエピソード、まあ、A1、2、3、4、5、6っていうふうに順番に描かれて一冊の本になってるね、はいはい、上巻が、うん、で下巻は6、5、4、3、2、1っていう順番で要は順番に並んで紹介されていく本なんだ、はいはい、でまあ普通それを映画化するにあたって普通そういう流れでやると思うのをこの1、2、3、4、5、6、6、5、4、3、2、1の順番を全部バラバラに分解して思い立ったアイデアとイラストっていうのそのシーンをカードに書くんだって、はい、これを壁中にブワーッっていってこれとこれとこれっていうのをバーッとつなげていくんだって、はい、だからほらよく SF 映画でねなんかパソコンになんかビューンってあー、ね、なんかね、未来のビジュアルが出てきてさ、はい、トム・クルーズがマイノリティリポートでありますよ、ね、こんなんとかでやってて、はい、あんな風に部屋にカード貼ってピョー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 とこう寄せ集めてそれをつなげていって作っていった映画なんだ。はあ、もうだからもう常人の理解を超えるような発想で組み立てられてるね、はいはい、でもちゃんとその何を描くかっていうことが分かってるから、うん、監督としてはね分かってるから、うん、その、まあ、言うたらパズルとか、うん、そういうの組み合わせたものをこうバーッと形にして一本にした時に僕らは見てるだけで、うん、頭を使わずしてシューッと体に、うん、なんていうかな
吸収されていくというかな、はいはいはい、ストーリーがこう染み込んでいくということになっている、はいはい、なるほど。でもなんかそれ聞いたらすごい分かりますね、映画そういう作りですよね。そういう映画でしょ、はい、そういう映画なんですよ。なるほど。で、すごいこれって構想2年ぐらいかかって作った映画みたいで、はい、でさっきもねご説明していただいたんですけど、その役者 の、はい、トム・ハンクスはじめ、はい、ハルベリーとか、はいはい、みんながね、もう本当に6役も何役もやってるんですけど、ね、しかもすごい特殊メイクで、はい、なので結構皆さんそれやっぱりチャレンジというか、はいはいはい、頭ごちゃごちゃなりますやん、やっぱり普通やったら。で、ね、でもやっぱりその3人の監督 の、 ビジョンが、はい、もうすごい確固たるものがあって明確なんですよ、はい、で3人とも全く同じ方向だったので、もう全然迷うことがなかったっていうのは、ね、トム・ハンクスさんがインタビューで答えてたんで、うん、だから、うん、ウォーシャスキー兄弟パートと、はい、トム・ティクバパートがあるんですよ、はい、3つ3つ、その6つのエピソードのうち、はい、3つずつを監督してね、それぞれが、うん、そうです。これでひっつけてんだけど、はい、ここでずれてたら辻褄が合わなくなるんですよ、うん、映画見てるうちに、はい、でも3人がもうバチッと統一されてるから、はい、バラバラで組が分かれて撮っても絶対それがもうブレずに、はい、ピタッと一致するようになってるっていう話なんですよね。ちゃんとそのね、うん、シーンが変わる、はい、その転換のところが、はい、ちゃんと綺麗に交差するんですよ。それはその監督は違えども、はい、綺麗に交差しますよね。ヒエーってヒエーって思うよね、映画見ててね、はいはいはい、でこれは、トム・ティクバ監督が語っておられたのが、はい、まあ、その俳優が演じ分けるっていうことについてお話をされたのね、はいはい、俳優っていうのは本来その例えばお芝居、はい、ステージね、ライブでやってるお芝居に出た時は、はい、どうしても制限があるから、一人で群衆の中の一人をやったり主人公をやったりとかって、はい、一人で何役も演じたりする。で、まあ、特にダンサーみたいなその他大勢の人なんかは最初兵隊役でわーって出てきてるけど、途中からは農民役で出たりみたいな、はいはいはい、一つの演目の中でパパパパッとこう演じ分けていく機会でありまして、はい、っていうことをするのが俳優さんであると、はい、うんうん、だから監督がどうこう演出指導するよりかは、はい、どちらかというと俳優がその舞台で何か一人何役を演じてるかのようにチャレンジ精神を持ってやってくれたからこそできたんだっていうふうに、外国人にしては謙虚なコメントをしてましたね。普通ね、いや僕らの指示通りやってくれたから助かったよとか言いそうやけど、いやもうそんな俳優のおかげですみたいな、なかなかええ人でしたよ。トム・ティクバ、でもなんかすごいトム・ティクバ監督の方がすごく職人的な作業の仕方みたいですよね。そうですね、もう本当にきっちりと作り込んだ上で現場にいらっしゃるんですって、トム・ティクバ監督の方が。でウォシャウスキー監督の方はどちらかというとその現場で、はい、もちろんあるんですけど、現場でどん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 演出していくっていう、そこはまた全然違うとは言うてます。でもそういうスタイルが違ってもバッチリこの3人の中でビジョンがこう一つで統一されてるってところがまたすごいですよね。そうですよね。この映画こそね、アカデミー賞にもっとノミネートされたりとかするべきですよね。構成とか編集とか脚本とかっていう意味では、はいはい、もうはっきり言って賞を取った映画なんか、はい、足元に及ばんぐらいの完成度だと思いますね。全米公開12月ぐらいだったっけ。もうそうですね、ですよね。だから、はい、アカデミー賞のノミネートの対象時期に公開されてるんで、はい、もっと評価されてもいいべきなんじゃないかなというふうに思いましたね、はい、で3人の監督にお会いしました、はい、もう一人の弟アンディ・ラウ、はい、ウォーシャウスキー、はい、アンディのお話に、はい、させてもらうと、はい、まあ今ちょっとさっきお話ししたようにマトリックスという作品については、はい、なんかちょっとある種タブーなのかなというふうに思ってたんで、こうね、なんかメイトリックスっていうんですかね、英語では目の字出すのちょっと怖いかなと思いながら、でもなんか非常にいい雰囲気で盛り上がってたんで、思い切っていこうと思って、あなたはメイトリックスというやっぱりその映画の歴史を変える作品を作り出した人だと、まあそれはあなたにとってそうどういう位置づけなのか、そのマトリックスというシリーズはあなたたち、はい、ウォーシャウスキーの2人にとってはどういう存在なんだみたいな話になった時に、はい、なんかもうすかされるか、もうそれはもう勘弁してくれって言われるかなと思ったら、はい、ちゃんとアンディ、ちょっとやんちゃそうな弟なんだけど、ちゃんと答えてくれて、珍しく、
マトリックスという作品が全世界で公開されて、はい、それを見た人がこうどんどん育っていって、はいはい、で次の世代がマトリックスを見てくれている、はい、で自分たちが作ったよりももっと下の世代がマトリックスを見て理解してくれて、そこから新しいものが生まれてきているっていう、この連鎖が素晴らしいって言ってた。だからもうマトリックス世代がもう、はい、ある種大人になって、はいはい、次のマトリックス世代につながってきている。だから世界中に行った時に、はい、自分よりももっともっと若い、はい、もう子供みたいなやつがマトリックスが良かったとか、はい、素晴らしいとか言って盛り上がってるのを見て本当に嬉しいと。またええこと言うんですよ。うわ、もうね、その考え方めっちゃ好きです、うん、いい大人になりましたね。だからやっぱりねいや知りませんけど、まだ若いとか知りませんけど、やっぱ兄貴がお姉ちゃんになったから影響大になったんちゃうかなあいう、うん、まあまあ僕も一回しか出ないから昔と比較はできませんけども、はい、ええー、こと言わはるしねやんと。だからもっととんがってね、はい、うん、そのツッケンドンで、はい、なんかこう独創的で天才ぶってんのかなと思ったら、そうじゃない。だからそういう人がある種作ったからこそ、うん、かつて難解と言われたマトリックスを乗り越えて、うん、はい、これだけ難解なものを形にすることができたんじゃないのかなというのが、うん、僕が3人の監督にお会いして感じた部分なんですね。まあこれからご覧になられようという方、はいはい、特に今の情報を、まあ、予備知識として入れていただいて、はい、ぜひ迷っておられる方は、はい、迷わずにぜひこのクラウドアトラス、はい、チョイスしてほしいな、はい、で3時間ありますけど ね、はい、映画ご覧になった方はああなるほどなというふうに、まあ、納得というかね、はい、うなずいていただけた、お話ではないかなというふうには思いますけれどもね、はい、ぜひぜひクラウドアトラス、はい、もっともっとヒットしてほしいな、はい、そうですね、いうふうに思う、まあ、エンドロールまで本当に楽しめる映画なんです、はい、そうですよね、試写会とかでね立ち会った時にエンドロールですごいこうわーっていう歓声が、はい、答え合わせができるんです。とにかくいろんな方がいろんな役で出てるのがもうちょっと一回ではわからない、特殊メイクの方もいらっしゃるので、はい、そういうのもすごい楽しめるんで。そうですね、だって男性の俳優が女性を演じてたり女性の俳優が女優さんが男優を演じてたりするんですよ、ね、本当もうすっごいごっつい女やな思ったら、うん、男の人やったり、ね、男やったみたいなね、それ声似てるなとか思ってたりしたそうそうそう、そういうことやったり、そうそうそう、うん、そうやけどね、カメラの前でアクション言うてる監督が男と女入れ替わっとるわけやからそうですね、それ誰も言われへんわな、うん、みたいな文句言えないです、ね、そう文句言われへんやろ、うん、監督が性別入れ替わっとんねんから役者もやらなしゃあないみたいな、ね、うん、ああそうっすかみたいなねちょっと平野さん NG ワードだったでしょ、性転換。いやねはっきりと NG ワードとは言われなかったんですけど、はい、なんとなく空気としてあんまり触れる方がええと思いますよみたいな空気やったんでそのことは言わなかったんです、はいはい、一応でも最後に、はい、まあどんな風に言わはるかなと思ってラナにね今回の映画は輪廻転生が一つのテーマだったと、うん、生まれ変わりがテーマだったと思います、はい、あなたは今度生まれ変わるとしたら何になりたいですかっていうのは聞いた素晴らしい、うん、そしたらなんかちょっとわけのわからないこと言ってたわなんかアイデアを持っている人になりたいみたいな、はい、なんか真面目に答えてんのかふざけてんのかわからんような答えだったんでちょっと僕としてはああと思ったからあんまりやなと思ったけど、まあ、僕はそこで監督あなた生まれ変わったら何に生まれ変わりたいですかって言ったら私はもう生まれ変わったわよって言うてくれたなと思ってそれ言うてくれたらええなと思って期待して言うてんけどそれは言うてくれへんかった、ね、真面目やった次の作品で来日した時は言うなでもそうですね、うん、もう一回聞くわ生まれ変わったら何になりたいですか私はもう生まれ変わったわよとか言って言うてくれるんちゃうかなという期待をしておりますが、クラウドアトラス絶賛上映中ということで、はい、公開中です。ご覧いただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、では続いての作品に参りたいと思います。はい、こちら、4月13日土曜日より、公開のこちら、ライジングドラゴンご紹介いたします。ジャッキーチェン最後のアクション超大作と書かれておりますけれどもね、はい、ります。ではこちらの作品も、まずは予告編をご覧いただきたいと思います。では映像の準備ができ次第予告編見ていただきます。どうぞ。
全世界で歴史的メガヒット、ジャッキー・チェン最後のアクション超大作、ついに日本上陸。世界を股にかけるトレジャーハンター JC。 彼に与えられた任務、それは現在属于我们的了。世界に散らばる十二支の秘宝を手に入れること。ビンゴ。做梦都梦不到的地方。你们怎么找到的？光明白亮来。海盗像就是。Are they all dead? 走。アジア、ヨーロッパ、南太平洋、世界中を舞台に巨大な陰謀に立ち向かう。I can kick your ass without leaving this couch. Show me.劇場で聞いてくれよな。ジャッキーチェーンクリーナー付き麦チケカード発売中。高校生1000円キャンペーン実施。嬉しいですね、はい、おそらく今の高校生に何の興味もない俳優だと思います。1000円キャンペーンって言われても、はい、高校生にとってはもうなんか誰このおじいちゃんっていう高校生もいるぐらいかもしれないですね。誰やねんってなってる人もいるかもしれないです。時代が変わりましたよね、はいはい、でもその手前、はい、吹き替え版もあるよっていう声がちゃんと石丸さんじゃないですか。古くはマジンガー Z、 カブト浩二、そしてジャッキー・チェン、はい、もうあれを演じてきた石丸さんが、まあ、いわばちゃんと吹き替えもやっておられるんであれば、はい、これは見ないといけないと。そうですね、おそらくこれまだちょっと先の映画ですからあんまりまだ宣伝進んでなくて、はい、今日初めて見たっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、ちょっとこうジャッキー世代として、はいはい、おおと思った方、はい、いらっしゃるんじゃないですか、はい、高島さんもやはりジャッキー世代。ジャッキー世代ですね。どちらかというとそうですね。なんかこうね、はい、ある種こう伝統芸能を見るかのような感覚で安心感を持って見られる映画ではあるかなという、はい、そんなジャッキーが、はい、まあ、先ほども調べててって言ってたんですけど、はい、間もなく還暦。いやすごいですよね。1954年4月7日生まれなんで、はい、もうすぐ59歳、いよいよ60歳という節目を迎えるにあたりまして、はい、先ほどこうちょこちょこっとキャッチコピーも出てましたけどもね、はい、最後のアクション超大作を最後撮ると。ほんまですか？はい、言われますよね。そうなんですよ、うん、これが最後だ言うてなんやまたもののけ最後言うて千と千尋作ってますやん言うパターンもありましたしね、はいはい、これが最後だって言いながらっていう、まあ本人も一応ちょっとこのニュースが出た時にもう引退かって言われた時、はい、いやいや引退せえへんよと、俳優やるけどアクション超大作はもう堪忍してというふうにちょっとこう訂正のコメントも出したぐらい、やっぱりもう体をそのバンバン動かすのは限界やねんと。だから最近ねジャッキー・チェンの映画を見てても、はい、まあ、その傾向は実はねハリウッド映画に進出した頃から若干見えてたんです、はい、ジャッキーといえば絶対自分で体を動かしてやる、はい、でハリウッド映画で上海ヌーンとか向こうに呼ばれて、はい、作った映画があるじゃないですか、はい、ラッシュアワーとかね、あの時に、はい、ハリウッドはやっぱ契約上俳優にあんまり無茶はさせられないということで、ジャッキーはやりたいやれるって言ったけども、はい、いやそこはスタントマンに出ないとあかんねんって言って、はい、スタントマンを使った作品が何個かあるんですね、はい、でその辺からやっぱりこう自分自身でも考え出したんでしょうね、はい、若干その、ところどころでスタントを使うようにはなってました、はい、まあ、その仕方なくね、はいはい、
で、近年そのどちらかというとその伝統芸能的な、はいはい、あのアクションをもうギュッと凝縮して一本の映画の中でも1回か2回こう、はいはい、まあ、言ったら伝統芸能の技として見せるけれども、はいはい、それを売りにした映画というのはだんだん少なくなってたんですよ。だからやっぱり僕らとしてはもうぼちぼちやろうし、はい、もうその年でもうやめてという思いもちょっとありながら、いずれやってくるであろう時を迎えるなというふうには覚悟してたんです、はい、でもこの映画が最後だということで、はい、実は本当に最後であるということは映画のエンディングでちゃんと分かるようになってます。何かは言いませんが、はい、何かは言いませんが、はい、本当にこれが最後だなということを我々は確信するんです、映画を見た時に、はい、で最後なんだなということはおそらく、アクション超大作としては、正真正銘になると思います、はい、だからジャッキー・チェンは今回監督をやってるんですが、はい、監督やってるんですが、うん、本気でむちゃくちゃします。むちゃくちゃします。びっくりします。もうやめてって僕あの映画見な、試写見ながらやめてって特にクライマックス、はい、あそうですね、はい、あのシーンね、はいはいはい、もう何も言われへん俺何も、ね、もう言いたないねん。もうラストの一番すごいアクションがあんねんけど、これはもうやめてじゃないって僕ちょっと叫びそうになりました。へえ、もうね、はい、ここまでやるかっていう、むちゃくちゃご本人がやっていらっしゃるんですよね、はい、すよ。それでまあ一つ印象的なことで例え話として聞いてほしいのは、はい、ジャッキー・チェンの今までの映画で最後NG シーンがあってね、うん、はい、よく本気でこけた時とか痛がってる時にちょっと目真っ赤にしながらマジで痛い言うてる時の顔があるんですよ、はい、今回この本編の映画のアクションの本編の中で、はい、あの顔が出るんですよ。マジでもう目血走ってこの辺血管切れそうな顔で芝居やってるんだけど、そこまでする必要あるというのがね出てくるんですよ。むちゃくちゃほんまにびっくりしますわ。めっちゃ見たい。そうでしょ、めっちゃ見たい、そのシーンだけ。もうこれ何かはもうあえて言わんときますけども、とにかくね前編見せ場の連続なんですよ。で最初はローラーブレードって言って予告にもあったこんななんかヘルメットかぶって全身にタイヤつけてギューンと走るっていうシーンがあって、ここがまたね全くスピード感がないの。あ、もたもたしてる、うん、もたもたしててジャッキーが体を張ってビューンって行ってんねんけど、もうなんかもうなんかヨタヨタなのよ。で全然スピード感なくて、あいたーってやってしまったっていうね、でももうこれは最後やから見守ろうぐらいな最初は思うんだけど、そこから輪をかけてどんどんすごくなっていく、はい、もうまさにジャッキー渾身の一撃、横毛の中に、はい、最高傑作って出てましたが、はいはい、はっきり言いましょう、ジャッキー史上シナリオとしては最低傑作です。もうこんなグダグダな話ないっちゅうぐらい、あっちこっち舞台行くしね、世界中。あ、そうです、ね、あ、でこれが世界中を旅するトレジャーハンターなんですよ、はっきり、はい、簡単に言うと、はい、であっちこっち行くねんけど、はい、多分あれもこれもやりたかったんやろうなって、それ一方につなげるためにはそうするしかなかったんやろうっていうようなことなんですけど、はい、話のつなげはバラバラでむちゃくちゃで何の脈絡もなくて、ジャッキー映画史上最低のシナリオだとは思うんですが、はい、アクションはもしかしたら渾身の一撃で最高傑作かもしれない。もたもたはするけれども、もたもた、でもそれも味ということで、なるほど、見てもらいたいというところがありますね。そうですね、で他にも、はい、クオンさんは出てましたね。そうなんですよ、私別に好きじゃないですけど、このポスター見てて、はい、いやクオンさんやわって思う、ね、展開ですわ、天国の階段が。そうです、そうです、はい、女性の方はねなかなかね、はい、コンさんはね、どうなんでしょう、コンさんさんは立派なアクションをやるんですよ。お、身のこなし、なかなかいいですね。そうでしょう、なんかね、この人何の映画やったかな、戦火の中へっていう韓国映画で、うん、はい、コンさんさんと、何でしたっけ、トップっていう人、歌手のグループのビッグバン、はい、
ビッグバンのトップって人とコン・サンさんの映画があって、はい、あの時のアクションとかがすごくお上手だったんですよ、この方、あの銃とか、はい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 、だからなんかなかなかね、うん、やるよ。え、これ誰やったっけ、見たことあるよな最初あまりにアクションとか身のこなしが見事で、うん、俺見たことあるやつやなと思って、ほんまに。で最後のクレジットで、はい、コン・サンやったんやって僕は思いましたね、そういう意味では、ね、はい、コンさんファンもちょっと見ていただけるような、はい、そうですよね、のファンの方も、はい、要素もあるということで、もうあえて、まあ、これからの映画なんで、はい、詳細は言いませんが、とにかくとんでもないアクションが待っているということだけをお伝えして、はい、4月の公開を迎えてほしいなと、はい、あんまり前知識前情報入れないように、そうです、ね、いろいろ悪口を言う人もこれから出てくるでしょう映画を見てでもそんなことは全くそうです、ね、気にせずに、はい、そんなことを耳にしても全く無視して、はい、ジャッキーの最後を見守っていただきたいというふうに思う次第でございます。はい、はい、ライジングドラゴン、4月の13日土曜日より、全国ロードショーです。ぜひ皆さんスクリーンでご覧ください。ジャッキー最後のスタントということで、はい、ものすごいアクションが見れると思います。ぜひぜひご覧ください。よろしくお願いします。はい、はい、というわけで、あっという間に予定通りの時間を、はい、ちょっとスタートが押してしまいましたの で、ね、ちょっとね終わりも押してしまいましたけれども、はい、春休みがね、はい、いよいよ、はい、ということ で、ね、春休み映画がこう盛り上がってる、はい、今日この頃で、はい、まあ今のところ何ですか、ドラえもんが V2、はい、あですね、はい、もしかしたらここ近年で最高のヒットになるかもしれないと言われている勢いづいた感じでね、はい、春工芸がちょっと盛り上がりを見せてきているところですけども、はい、ワーナーさんはあと1本、今日はちょっと映像とかをねご用意してないんですけども、もう1本ありますね。はい、ジャックと天空の巨人という、はい、ジャックと豆の木を元にした、はい、アクション映画です。うん、はい、これがまあね、はい、なかなかの 3D で上映なんですけども、はいはい、なかなかのこう立体感が、はい、あるという噂で、はい、実は我々は 2D でしか見てないので 3D では見てないんですけど、はい、豆の木のね、はい、高低差が1万メートルっていうのが一つの歌になってて、はい、もう目もくらむような高さを再現しているというような、はい、ところもあるので、映画としてももちろん迫力だったんですけど、はい、もし僕としてはちょっと 3D の部分も注目したいなというふうに思う映画で、はい、高所恐怖症の人はちょっと注意は、まあ、言い過ぎですけどでも、はい、それぐらいリアルな木の伸び率がすごいです。ビューンビューン伸びますから。また巨人もリアルなんですよこれは、はい、巨人リアルすぎるぐらいリアルなんですよ、ね、はい、テレビのコマーシャルでも最近よくやってますよね。そうですそうです、ね、天から100体巨人が落ちてくるって降ってくるっていうね、はい、天気予報が怖すぎるやろで、まあまあ、まあ一言だけ言うと、はい、まあ、その降ってきた巨人と人間が戦うねんけど、はい、どう見ても人間負けるでっていうぐらい圧倒的に強いねん巨人が、はい、ちょっと例えばジャックと豆の木って言ったらね、はい、なんかこう少々苦戦しながらも、はい、なんとなくジャックと巨人は対等に戦うやん、はい、でないと勝負になれへんやんか。でちょっとアイデア使って巨人をやっつけるみたいな、はい、それがまあおとぎ話のね出番やないですか、はい、もう違うね、全く語れへんねん、ものすごい強いねん、強すぎんねん、引いてまうぐらいそうですよ本当に。さあそんな巨人と人間の戦いどうなるのか、はい、そうですね、楽しみにしていただきたいなということで、はい、はい、春休み映画、はい、いろいろと超大作、取り揃っているようなので、はい、はい、そちらも楽しみにしていただきたいと思います。はい、ぜひ皆さん劇場でお出かけして映画見てください。はい、はいはいはい、ということで、はい、次回も、映画の銀幕魂を4月、はい、また、詳細決まり次第皆さんにツイッター、フェイスブックで、告知させていただきます。では、本日も、ご視聴いただきましてありがとうございました。関西ウォーカー TV この辺で、お別れしたいと思います。来週の内容をまた Facebook、Twitter で告知させていただきます。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。この辺でお別れしたいと思います。どうもありがとうございました。お付き合いいただきましてありがとうございました。関西ウォーカー
出張取材で食べ過ぎ丸くなるだけれども、彼にかかれば行列のお店になる。徹夜も当たり前、原稿流し込み、片手には栄養ドリンク、必死で頑張ってる。視界はゆるゆる関西ウォーカー、それでも見てな、しっかりやるわ、ほんま頼むで。カン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 関西ウォーカー、いつもあなたのその心に伝えます、関西ウォーカー。追われて溜まってく領収書、考慮後はみんなで未明の飲んだくれ。火曜日の8時は関西ウォーカー、今日も素敵なゲストとトークお届けします。関西の情報誌関西ウォーカー、グルメ音楽エ